ご飯の配分を間違わないように、自分のイメージで分けてもいいし、最初から分けてもいいし、まずご飯を3つに自分の中で分けるし、で辛くないのから始めていく。で、途中でポリやるとかを食べる。だっていつもするじゃん。で、最後、やっぱりちょっとさっぱりするっていうところで、これ、あのカードってヨーグルトなんですよ。ご飯にかけて食べると美味しい。普通にご飯にかけるの？一応の、ミールスの作法。ベジタリアンミールスセットです。オープンしたばかりのニルバーナスパイスカフェに来てます。ということで、はい、やってきましたよ、ニルバーナスパイスカフェで。ホーレンさん、今日グッドタイミングでオープンおめでとうございます。はい、いや、ありがとうございます。はい、ね、あのニルバーナといえば、もともとニューヨークで、ミッドタウン六本木に来て、ここは横浜ルミネの6階。どうでしたか、今日召し上がって。まあ、大変美味しかったと思いますよ。これから楽しみにしてます、ね、はい、ニルバーナの展開、はい、これからも応援してください。はい、ありがとうございます。はい、私も今日はベジタリアンミールセットを食べてみました。はい、美味しかった。